はいどうも、はじまきよしおです。まあチャンネル登録者数をご覧の通り300万人いきました。やったね。最強ですもん。いや最強じゃないけど、まあ俺みたいなやつが300万人いっちゃうんだな。まあチャンネル登録者299万9999人はね、全部かさ増しでやってもらったらせっかくさん、いやかさ増しでね買ってます。はい、買ってるんです。でチャンネル登録をしてないで見てる人が300万人います。はい、意味わかんないでしょ。チャンネル登録してないで俺のアクティブ視聴者300万人とチャンネル登録者1人とチャンネル登録かさ増し299万9999人います。ね、やめます、こういう嘘。300万人いったけど、さすがに200万より強くない？ 300 万人って3のつく数字は強いぞ。なあ、なんだそれ。それはもう遠回りに3の倍数でバカになってんじゃん。遠回しに3の倍数でもない。3の300万まで長すぎんな。どこまでバカを積み重ねればそこまでいけるんだ。100万回バカになって、100万回バカになった300万です。はいね、最強ですよ俺は。最強じゃないな。300万人いったんで、そろそろバタコじゃないけど、そのフランスパンのあのお菓子、フランスパン工房でね、フランスパンのお菓子を復活させたいと思います。いや、フランスパン工房は復活させません。三輪明宏がかかってるんで、三輪明宏がもう手を引いた商品って俺がやっても無理だと思うので、あと俺別にフランスパン工房そんな好きじゃないので、パン粉みたいな、なんかフランスパン、パン粉みたいなあったじゃん、バタコみたいな、なんかあれをそろそろ復活させようかな。俺の一声でそろそろ復活してもいいんじゃないみたいな。うん、ちょっとね、そろそろやりたいね。別に大人とかの兼ね合いめんどくさいから、やだ。セイキンおすすめシールみたいに、はじまおすすめシールをつけていいっていう、それだけで復活しねえかな。あれ美味しいからってことでね、あれの復活待ってます。あのフランスパンのお菓子ね、あ、なんか変にふざけてシュガーとか入れんのよ。ちゃんと正真正銘にソルトバターでやるよな。うん、ふざけてちょっとなんか硬派に行けよ、ちゃんと。これね、生産終了しちゃったけど、それも復活させたよねって。でした、バイバイ。うんち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 、いや、こんな終わり方ダメだ、雑になってきて。やっぱりその300万人行ってないから全然重みが足りないね。やっぱ181人のね、1人で180人と1人のね、男が言うと軽いね。世界で一番軽いかもしれない。宇宙で一番軽い雑談。いやー、絶対そんなんじゃ悪目立ちできないと思うけどさ。いいじゃん、別に。あんまやってなさそうだから。やるよ。シリーズ化するわ。でも300万人いったら何するんだろうな。でももうずっと震えてんだろうね、300万人いたら。震えながら雑談してるのかもしれない。悲しいな。300万人。別に300万人いかなくてもさ、みんなからお金もらえればいいんだよな。いや、でも本当は再生回数多くてみんなからお金もらえないのが一番いいんだよ。でも大人数いたらさ、俺がちょっとさ、黒人とかをね、差別しちゃったら、多分いつか来ると思うの、黒人を差別したい時期が。なんで俺こんな最低なこと言わなきゃいけないんだろう。すごい最低な時期が来ちゃうかもしれない。やっぱり人間って分かんないから。別に差別したくてしてるわけじゃないんだ、それは。いつか、なんか、うわ、すごい差別、黒人差別面白いな、みたいな。ね？これマジで怒られんじゃないかな。本当にやっちゃいけないと思うな。いや、俺これで訴えられたら嫌なんだけど。しませんよ、差別。今はね、別に、現段階で、いや、でもしない。いや、わかんない。言い切れないな。人間って本当どうなるかわかんないじゃんって話をしてるだけで。まあ、なんか唐突にさ、なんか、そういうことね。天皇をディスりたくなっちゃう時が来るかもしれない。わかんないな。最近ハマってます。天皇をディスるっていうね。唐突に天皇は、天皇の悪口言いたいよって。天皇の体制に問題を投げかけたいよってなっちゃうかもしれない。その時はごめんなさい。そうしたらやっぱさ、でもな、気持ち悪いことあるじゃない。
フォロワーはお前のファンの数じゃない、お前に向けられた銃口の数だって誰が言ってるね。気持ち悪っ。本当にキモい、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 キモい。俺の方がよっぽどキモい。現実を見てない、主観的すぎる。どっこいどっこいな、キモさん。なんだよ、何カッコつけてんだよ。カッコつけていい人、法律で決めるぞ。カッコつけていいやつらはなあ、お前にカッコつけられないようにさせてやるぞ。本当にカッコつけるの禁止します。あなたはそのツイートした人は、カッコつけるの禁止。これからはね、猫ちゃんだけのツイートしてください。猫ね、野良猫飼ってね、なんかよくわかんない病気にかかってください。なんか噛まれて腐ってください。噛まれたとこからどんどん 腐ってるのがなんか広まってね、カッコつけなきゃよかったっていう最後を遂げてください。はい、そんなに嫌い、なんでそんなに嫌いね。でも俺はここで親に殺され、親を殺されたんかっていうのは言いません。絶対に言いません。うん、だって親殺されてないもん。うん、なんで親殺されたんかって、バカじゃねえの。バカじゃん、バカバカ、頭悪。なんでそんな口悪いの、口臭っ。おもろいな、今になって PPAP 面白くなってきた。あーんだぞ。そんな声出すなら合体さすねよ。なんだっけ、アップルとペンを刺して、パイナップルとペンを刺して、パイナップルを刺したペンとアップルを刺したペンを合体させるっていうことでしょ。虚無じゃん、虚しいね。 PPAP しようかな。I have a pen. I have an apple. Apple pen. ちょっとやっぱできない。背筋が凍る。コールドスリープされちゃうよ。自分のギャグが寒すぎてコールドスリープされた初めての人類になりたくないな。PPAP。PPAP のすごいところ100個言ってる動画あったら面白いね。チャンネル登録者1万人突破って嘘をつこうかな。なんか虚しくなってきたな。薄っぺらいことしか言えない。まあ一回薄っぺらいこと言うっていうのでいいか別に。なんで分厚いこと言わなきゃいけないんだろ。全員薄っぺらいだろ、 YouTuber なんか。だけどその中でもがいて面白いことしてんだろ。面白いことしていいもん作ろうとしてんだろ。そういう人たちの努力をないがしろにしちゃいけない、やっぱり。だから俺柴田はひどいと思うよ。いや、YouTuber、素人だから、みたいなさ、こと言ってんじゃん、あいつは。お前が一番素人だと思うんですけど。でも頑張る、あいつ賢いんだろうな。賢いから100万人くらい言ってんだろうな。そこそこ賢いんだ。メグインよりはまあ賢いんだろうね。メグインより賢い。こいつ壊するとメグイン TV の方が怒るよ。ねえ、ストーカーされちゃうよ。ねえ、メグイン TV のファンにストーカーされたくないな。ガチで。本当に嫌だ。特に嫌だ。こんな人にはストーカーされたくない。全員嫌だな。福山雅治の生皮をかぶった。ねえ、人皮をかぶったストーカー。めちゃくちゃぽっちゃりとした。いやー、ストーカー嫌だな。怖いのは嫌だな。ね、でもなんか無性に悪口言いたくなっちゃうな。なんで悪口言ったらみんな特定しようとするんだろう。ひどっ。いやでも金欲しいわ、お金欲しい、お金、お金、そうだ、お金をなんか稼ぐのちょっとやっぱやっとこう。今度作るわ、やるわ。なんかファンティアとか始めてみようかなとか思ったんですよ。俺がよくエロい絵見てるサイトね。
あれで俺のやつを作って、俺がつぶやくツイート、全部クソみたいなツイートしていこうかなと思って。でも誰も払ってくれないと思う。まあ、T シャツは高いから買ってくれないのか。いやでも誰もお金稼いで、だってガキしかいねえんだもん俺のチャンネルな。間違えたな、金がねえんだよ。てかなんかすごい熱意のある人いるけど、やっぱお金払ってくれないからね。そいつらが金稼ぐまで待たなあかんのか。え、俺も仕事しなきゃいけないじゃん。そいつらが稼ぐまで頑張るときに俺も仕事し、嫌です。仕事だけしてください。仕事嫌です。かかってこいよ、おい。社畜ども。俺仕事したくないぞ。ムカつくね。マジで殺されちゃうかもしれない。あの、社畜ですごいもう精神病になってるやつに。殺されるかもしれない。嫌だな。仕事したくないんだよな。それでもね、しなきゃいけないんだよっていう人いるじゃん。しません。私はしません。私はね、仕事なんかしませんよ。そんなにね、やっぱり私みたいなね、価値のある人間がね、そういうことしちゃダメだと思うんですよ。やっぱり僕みたいな面白い人間はみんな面白いものを提供する。これがやっぱ一番の仕事だと思うんです。うん。それはみんな任せます。みんな頑張ってください。そして頑張ったお金を僕にください。僕はお金が欲しいので。お金をいっぱいもらって高いマラカスが買いたい。まあね、サブマリンカズーとかいっぱい欲しいし、カズーとかね、楽器とか、なんか意味もなくすごいなんかね、機能がいっぱいついたキーボードとか買いたいし、高いギターも買いたい。いや、ギターは別にいいや。そこそこの値段でいいや。そこそこいいやつでいいや。こだわり始めたら高すぎるじゃん。ね。あと高い体重計が欲しい。でかくて高い体脂肪とか測れるやつ。俺の体脂肪今多分40、60くらいあるかもしれない。体脂肪率のお化けかもしれない。うん。ということでチャンネル登録者300万人だけのやつでした。もうね、軽い薄っぺらいよ。そのなんかすごい柴田をバカにしたものまねしたし、柴田信者に怒られんな。まあでもやっぱりね、好きなものをね、ないがしろにされるとみんな嫌ですよね。うん、その気持ち、わかります。だから僕もしていきます。はい、僕が嫌だと思うので、人が嫌だと思うことしていく。これが一番楽しいよね。ああ。いや、それは違うよ。すごいよな。今、柴田のブランドって多分、ルイ・ヴィトンの10分の1くらいの価値を持ってるから、すげえわ、シバターブランド。だってもしヒカキンさんとシバターさんがコラボしたら、再生回数1億いくもんね。すげえ、うん、でもシバターさんも本燃やしていくことから始まってるから、やっぱ炎上しないとダメなんだろうな。で、炎上してから、やっぱポストにいっぱいコンドーム入れられたらめちゃくちゃブチ切れると。ねえ、あんた、何してですか？ねえ、何してですかってめちゃくちゃ怒るとね。加藤浩次と相棒のあの人を足して2で割った感じですね。いや、どっちかっていうとその相棒のあれ、相棒のあいつ、相棒の強い方、相棒のめっちゃ推理できる方、もう推理お化けの方ね。古畑任三郎見てー、古畑任三郎のオープニング見てー。古畑任三郎のフィギュアないかな。ということで、あざした。あーいやー、そういう不真面目な割り方しない。じゃあ、ということで、ね、本当にチャンネル登録者300万人でね、うまい飯が食えてます。はい。これからももっと美味しい飯が食えるように、喋っていきたいと思います。バイバーイ。いや、またねっていう方がいいよね。無理なの、バイバイが染みついちゃってかっこいいじゃん、またねっていうの。またね、かっこよすぎる。またね言ってる人一覧、ワンピースのルフィ、真島マサトシ、はい、かっこいいもんね、二人とも。またね、使いこなせるようになりてえな。ということで、あざした。またねー、またねー、またねー。いや、真面目に言おう。またねー。